こいつが捕まらずにちゃんとぐるーって回ってくれれば。任務失敗。思ったよりです。あれ、ちょいちょいちょい、予想外だな。挑発したことを後悔せよとか言ってる。でもこれ大丈夫だね。これ突っ切れんな。さっさと突っ切らせた方がいい、これ。荒野中継、中継で魚夫隊。わかった。で怖えな、当てから援軍出せればな。落葉から軍出しちゃう。2000出して、いや、まずは巨長の、いや、これはこのまま放置でいこう。あー、もしかしたら決済で、あ、イベントが起きてる。助手禅城、なんだこれ。乱世の混迷が深まる中、助手の主刀剣は病に倒れ、もはや明日をも知れぬ様相であった。ごほごほ、皆の者集まっておるか。わしの命ももう長くはない。思い残すことはほとんどないが、ただ一つ、これからの助手のことだけが心配だ。誰か劉備殿を呼んではくれまいか。彼ならきっと立派に我が軍を導いてくれるはずだ。はっ、すぐにお呼びいたします。刀剣殿、お呼びと伺い参上いたしました。お加減はいかがですか。もう長くはないだろうな。実は今日のそのことで劉備殿にご足労願ったのだ。とおっしゃいますと。劉備殿、お願いだ。わしの亡き後、どうが我が軍を引き継いではくれませんか。な、何をおっしゃるのですか。そのような大任、私にはとても。それに刀剣殿にはご子息がいらっしゃるではございませんか。いえ、私の息子たちはこの乱世を乗り切れる器ではございません。劉備殿の才と人徳をもってすれば、この助手の将来も安泰というもの、どうかお願いいたします。やはり私には申し訳ありません。少し考えさせてください。はあ、一体どうしたものか。何を悩むことがありますか。刀剣殿があれほどおっしゃっているのです。素直にお受けしたらよいではありませんか。そうだぜ兄者、向こうから頼んできてんだ。断る理由がねえだろうに。いや、しかし申し上げます。先ほど刀剣様がお亡くなりになりました。そうか、惜しい方を亡くした。劉備様、亡き刀剣様に代わり伏してお願いいたします。どうか刀剣様の意志を継ぎ、我が軍を率いてはくださいませんか。最後の時まで刀剣様はそれを望んでいらっしゃいました。お気持ちはわかりました。しかしやはりこればかりはお受けするわけには。劉備様、刀剣様が亡くなられたとか、これからこの地はどうなるのでしょう。劉備様がお納めくださらなければ私たちも安心して暮らせません。どうかどうかお願いいたします。どうか顔を上げてくだされ。民にここまでさせて、なおも無下にすれば、それこそ不義というものです。わかりました。この劉備、責任を持って刀剣殿の軍をお継ぎいたしましょう。ああ、劉備様、ありがとうございます。きっと刀剣様もお喜びになります。194年12月、病没した刀剣の意志を汲み、劉備が刀剣軍を併合し引き継いだ。武力で領地を奪い合うこの時代に、臣民から謳われ勢力を増した劉備、その徳望は日に日に高まっていた。おー、劉備さすがだよね。民にあそこまで言わせるってなかなかできないと思うんだけど、ま、とりあえず、ちょっと待って、イベントは起きたからいいとして、普通に提案の方のイベントはなんか来てるかい。呂布軍長領の勢い、この辺の士気を落とすのはやっとこう。家計昆陽ってどこだ。まあ呂布軍はやろう。敵部隊混乱、
木管で全部使っちゃったな。まあ仕方ないね。すべては漁夫を追い払うため。あとはどうしようか。とりあえず進めるか。頼む。いや何が辛いって。上場です。よし。士気下がったね。成功です。おお混乱もした。これで多分多少はどうにかなるかな。てかこんなに攻めてくんのか。漁夫隊の兵糧を立ってくれ。頼む。いや間に合わないかこれ。でも軍出していいのかな。1万攻撃させてみるか。いやでも攻めてきてるやつがやつなんだよな。まあもう一旦待てるっちゃ待てるか。それよりも本当にまあ洛陽安全だと信じて洛陽から2000の部隊出して巨匠に向かわせるか。まずは当ても怖いけどな。てかお前もか。どうしようか。変に動かしたくないんだよね。うちもうちでこれこのま、いやこれさ中継地点をここに変えちゃおう。でこのまま、切ってくれればいいんでこうだね。なるべく最短距離で行かせよう。攻撃だやろう。これで多分兵糧が切れれば、うん、敵の動きも悪くなると思うんで。でお前何人で攻めてきたの。1200か。どうにかなりそうだね。巨匠か。あまあでも自分で軍出せるかきっと。このまま行こう。ここで兵糧切って全滅できれば逆を言えば漁夫軍の本部隊を一気に一掃できたことになるんで、そういったことを考えれば美味しい。で問題は李鶴が攻めてくるとめんどくさいんだよな。あー破壊されてしまった。で漁夫背後の兵糧攻めを防いできたね。一騎打ちか。お怪力無比。巨長行ってこい。減らしたかこれ思いっきり人数。あ減らしたんじゃないこれ。あ漁夫隊騎乗した。よしよしよし守りきった守りきった。あぶねえ。てか辛すぎるだろ。あぶな。とりあえずこの巨長隊に関してはこの陣を、破壊してもらわないと承知話にならない気がするんで、まずは陣破壊させよう。すべてはそれからでいいような気がする。で漁夫隊はだいぶ兵減らしたね。まあ劉備のこのイベントも良かったのかな。劉備に攻められてるもんね漁夫。まあこんなところかな。とりあえず今できることがなさすぎて辛すぎる。まあ今は兵不要だな。無駄に3000騎も兵減らしちゃったわけだし、うちとしても。まあ陳竜がこれで守れたんなら良かったでしょう。頼むぞ。あれ攻撃してないね。戻っちゃったね。うんまあ兵数は徐々に回復してる。そしてよろしく頼む。おおまた部下が増えたね。で今出せる軍って1万6000なのか。どうしようかな。1万6000で取れる城っつったらここの城陽の5000なんだよな。ただね取ったところでっていうのもあるし、李鶴とかと同盟を結べれば楽だったんだけど、これは無理そう。劉備と親善結んで同盟しようかまずは。ということで外交、親善だな。あ炎章と友好だな。同盟が結べる炎章となら。で劉備と険悪なのかうち。厳しいね。じゃあ炎章でいいや。
袁紹と同盟結んじゃおう。外交同盟。あれ袁紹、あれ同盟はもう結んでんのかな。これ袁紹と同盟、そういうことか。これ袁紹軍を借りたりとかできないんだよね、でも同盟結んでたところで。うん、なんか難しいわこのゲーム。とりあえず同盟送れるところと送ってみるか。四季劉将長路結べるところねえぞこれ。ないな近くで。耐えだねこれ、ひたすら耐えましょう。放置しとけば兵も増えてくはずなんで。あでも攻撃だけはさせようか。あでこれ自動追加。分かった。よし、いいねいいね。なんか解放できそうだったね。よし、まあ軍の強さは戦闘だね。こういうゲームで一番大切なのは戦闘だと思うんで。承知した。で、まあ、陳留の部隊出そう。出陣、まあ、一番優秀な、まあ、巨著先輩に出す。巨著先輩にお願いするか。で3000機いれば十分だと思うんで、3000機でこの陣とか破壊させます。退却、不可にしとこうか。待機こんなもんかな。ついてこい。まあ、こんなんでいいでしょう。でこいつは3000機か。まあ兵出すと余計なことにもなりかねないんで、これこのままでいこう。で陳留の部隊を、まあ、出陣っていう形でいいでしょう。でうーん、過去出すのはな、まあ適当に順位く、まあ、適当に出そうか。この、3000機を援軍という形で入場させていいかなと。これでいいんじゃない。出陣する。これで総軍の守りは完璧となるでしょう。まあ、こんなところだね。うん、やはり厳しい。どこも厳しいわ本当に。今度は李鶴が攻めてくる感じか。うん、まあ打ち壊してくれそうだね陣は。ご確認ください。でとりあえず人材探索と、洛陽に向かわせるんだけど、結構いるね。全員活用。出立いたします。あと決済か。まあ兵糧売却しても良さそうだね。兵糧売却して、担当官のこの辺をね強化すると。こんなもんでいいんじゃないかな。兵糧はね意外と陳留にはいっぱいあるんで、ドアガイテも持ちそうなんでね。頼むぞ皆の衆。あとは第二軍団がどこまで頑張ってくれるかだけど、これ攻められてるな。円吉報をお持ちしました。いいね。で李鶴と曹操軍敵視になったね。あー攻めてきてるもんな。たやすいことです。よし激励の書だって。頼む。あー士官は無理か。意外とねめっちゃお金見つけんな。まずいねこれ。聞いてください。まあ李鶴攻めるためにも陳留から部隊出そう少し。てか劉備は険悪なのかな。劉備険悪だったなそういえば。出陣。
まあ、強い部隊、まあ、学信先輩に行かせるか、まあ、9000は出しすぎだけど、いやーどうしよっか、4000機出そう援軍で、でこいつを攻撃と、まあ、こんなもんかな。出陣する。まあ一応ね、陳留は兵たまりやすいはずなんで、首都なんでね、まあ、こういった方式でいこう。頼む。いやー辛いなー、3カ国からもう攻められるとは。ただ守りきれてるね、序盤は。このまま行けばまあどうにかなるかなーといった感じ。行け、隠し隊を攻撃するのじゃ。で隠し隊はあと何人いるんだ。4000人か。意外とおるな。聞いてください。よーし、でこれこのまま決済コマンドが出てるな、イベントだって。なんだこれは。宝塾から相談を受けた劉備は宝塾の妹結婚を結婚？あれ？証明じゃないんだ。まあ見ようか。実行だな。いやイベント結構起きるね。宝塾かな。劉備様よろしいでしょうか、折り入ってご相談があるのですが。これは宝塾、そのように改まってどうしたのだ。我が軍の勢力も大きくなってまいりました。そこでどうでしょう、そろそろ奥方を迎えて身をお固めになっては。わしに結婚せよと。いやしかし相手がいないことには。そうおっしゃると思い、本日はご紹介したい相手を連れてまいりました。入ってきなさい。そなたは奉仕ではないのか。ということは相手というのは。はい、私です。実は妹は日頃から劉備様をお慕いしていたのです。いかがですか、ぜひ妻としてお迎えいただけませんか。劉備様、わしに依存などあろうはずもない、こちらこそよろしく頼む。1905年2月劉備が宝塾の妹宝氏と結婚した。なるほどね。ただ別に結婚しただけなイベントならどうってことはないんだが、このゲームはなんか宣戦されたのかどうかわからない感じで攻めてくるのがミソよな。でどうしようか。言うてできることがなさすぎる。決済提案、まあ、水挙やられ、吉報をお持ちしました。兵士補充ができるのか。これどっから兵士補充してんのかわかんないけど、総合の兵が増えるんだったらやっときたいっちゃやっときたい。あ、やれべえ、お金使いすぎた。うん、まあ一旦こんなところかな。多分大丈夫だと思う。縁もね意外と硬いんで、まあ今は兵数増やしつつって感じ。お喜びください。よし、学信隊に3000補充。どっから補充されてんだ本当に。これ単純に兵がさ3000もらえてるだけだったらさ、めちゃくちゃ強いよね。とりあえず適当に軍出しといてっていうだけでも。それ曹操様中が、あ、地域怪獣ね。まあ、中演術はまあしゃあないでしょう。ああ破壊できたね。聞いてください。いいねいいね。じゃあこれこのまま、一応ここは取らしたいんで中継させて、今度はこっちの陣を破壊させよう。まあこんなもんかな。一応はね、で縁は落ちないね。これ大丈夫だね、安心して。ただまあ援軍を送りまくったっていうのもあるけど、陳留の部隊が7000人減ってしまった。どうしようか。
いや、劉備を攻めたの、攻める気全くなかったけど、結果として攻めてしまったのが大きな失敗だった気がする。おお、倒したね、学士隊。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。